どうもレゴラジです、アンケート取りましたレゴハッピーバッグ福袋、ベネリックは販売開始ね、シナテックは28日本日発売開始になってます。で買う買わないで買うが 18% 買わない 82% で206票なので40人ぐらいの人は買わないで、あ違う逆だよ、40人ぐらいの人は買うけど160人ぐらいの人は買わないっていう結果になったね。いやでもね、あれだよ、この動画見たらね、やっぱり買うってなると思うよ。そのぐらいね、今回の福袋ね良かったんでね、ぜひ最後まで見てやってください。そんでね、ベネリックとかシナテックとか書いてあるけどね、これについてはこちらの動画で確認してください。それと去年と一昨年の、福袋ハッピーバッグの動画もありますので、合わせてご覧いただけるとね、いつもどんな感じなのかなっていうのがわかるかと思います。それでは今回のハッピーバッグ福袋を見ていきましょう。その前にもしよろしければチャンネル登録と動画への高評価ポチッとよろしくお願いいたします。それやっていただけるとね、とっても励みになります。あとね、コメントもね、書いといてもらえるとね、何でもいいのでね、書いといてください。2023年のハッピーバッグは5種類確認できました。5種類売ってましたね。ヒーローセット A、B と仲良しセットの A、B ですね。こちらが A セットが1万円で、B セットが5999円。で、今回買ってきたのは、ビークルセットという1万5000円のハッピーバッグです。これがね、多分一番いいセットだと思うんだよね。まあ、特にね、大人はそう感じるのかもしれないけどね。で、ヒーローセットはレゴシティと忍者ゴーだっけな、なんだっけな、忘れちゃった。モンキーキッドだっけな、ごめん、忘れた。で、仲良しセットがフレンズとかが入ってるセットだよね。まあ、毎年ね、そうだから間違いはないと思うんだけど、買ってないしね、中も覗かなかったので、ちょっとわかんねえや。で、これね、袋がね、縦長の袋でちょっとでかいかなと感じるけど、中はね、半分ぐらいの箱の大きさなんだよね。袋だけでかい感じかな。まあ、金額がね、1万5000円だからね。分けたのかな、袋の大きさ。違うな、1万円と同じ大きさだったな、袋は。まあ、袋はどうでもいいか。しっかりしてね、いい袋だよ、これ。で、こちらの1万5000円のビークルのセット、まずはこれだね。マーペッツだね。これはもう、余ってるから突っ込んじゃえって感じだよね。まあ、まあいいかな。まあ、自分じゃ俺買わないからね、これ。嬉しいかな、持ってないからね。で、マーペッツはさておきね、こっからが本番だね。で、まずはこちら。ヘビーデューティー掘削機だね。シャベルカーだね。まあいいや。製品番号42121で569ピースだね。これね、廃盤商品なんだよね。もう売ってないんだよね。で、アマゾン見てみると、8910円か。これもともといくらだったっけ ?9800 円ぐらいしたような気したけど、もうちょっと安かったか。8800円ぐらいだっけ?覚えてねえな。で、こちらはね、2021年発売のセットですね。まあ、テクニックなんでね、レゴラジは自分じゃもうね、普段絶対買わないからね、このぐらいのセット。これはね、嬉しいよね。こういうの入ってんのはね。1万5000円分の9000円も元取れたからね。半分以上元取れたからね。で、次がですね、メインなんですよ。と思ったらね、マーペッツもう一個入ってたな。もういいよ、マーペッツは。マーペッツ2個ですね。今回はね、覗いて、これがね、入ってなかったら買わなかったね。もうこれ、だってこれ買えばもう元取れるどころか、もうウハウハだからね。これもね、金のなる木のおかげかもしれないね。こちらも廃盤商品ですね。オフロードバギー、製品番号42124で374ピース。これ箱にね、コントロールって書いてあるけど、これはスマホだね。スマホアプリで連動して、動かせるラジコンレゴですね。なのでね、モーターもついてんだね、これ。ちなみにね、単三電池だったかな ?6 本使うって書いてあったね。電池間違ってたらごめんなさい。どっか書いてあったかな?
現在 Amazon では 2201円で販売されてますね。公式オンラインショップは廃盤なのでね、まあここで買うとか他では売ってるかもしれないけどね。で、詳しくね、解説してる動画とかね、あったらね、それ紹介しようかと思ったんだけどね、海外の方ばっかりだったんだよね。だからね、公式オンラインショップの説明書きを見てみるんだけど、ね、やっぱりね、アプリをダウンロードすれば動かすことができますと。あと、リアとフロントの、タイヤがぐりぐり動くんだね。すごいね、これ。で、アプリでゲームもできて、なんかいろいろパワーアップしていく感じ。サウンド効果を加えることもできます。これ、ピアノとかもそうだよね。そんな感じなのかね。80年代の RC カーで遊んだ世代。わっ。そうですか。一番下面白いよ。レゴテクニックは難易度の高い組み立てに挑戦したいレゴファンのための上級者向け組み立てセットですって書いてあるね。やっぱテクニックは難しいんだね。レゴラジー、やっぱ上級者向けなんだね。ああ、書いてあった。炭酸電池6本が必要ですって書いてありますね。ということでね、今回は2023年の福袋レゴハッピーバッグのビークルセットの紹介だったんですけどね。俺ショート動画で前もって出したんだけどさ、なんかビーグルセットって言ったんだよね。いや、犬か。ビークルセットね。ビークルセット。スターウォーズとかでもよく使うよね。ビークルってね。あんま使い慣れない言葉だよね。ビークルだからね、何回言うんだよ。皆さんも覚えといてね。外で言ったら間違えたら恥ずかしいからね。ビークルだからね。ビーグルじゃないよ。まあいいや。一応ね、マペッツのミニフィギュアシリーズね、これ2個開けてみたら中身こんな感じでした。名前はわからない。見たことはあるけどね。あんまり知らないんだよな、こういうの。これなんだろう、教育テレビとかでやってたやつかな。知らないんだよね。エサミストリートのあれかな、仲間かな、お友達かな。よくわかんねえんだよな。ミンミーとは違うんだよね。あれは違うもんね。ということでね、参考になったかな。これいいでしょ、このセット。本当おすすめだからね。テクニックにね、抵抗がない方はね、ぜひ買ってみたらいいと思うんだよな。俺はテクニックに抵抗あるんだけどさ、これね、見たら買っちゃうよね。ということで、もし役に立ったと思ったら、チャンネル登録、動画への高評価、よろしくお願いいたします。他にもね、年末年始レゴの動画ガンガン上げてまいりますので、ぜひぜひ他の動画も見てやってください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。おつらじ。